年俸25億円のオファーを断っていた。レアルソシエダ MF 久保建英は、今夏の移籍市場で他クラブからオファーを受け取っていたようだ。スペインムンドデポルテボが報じている。ムンドデポルテボ曰く、ソシエダでついにブレイクを果たした久保に対しては、今夏ナポリやサウジアラビアのアルヒラルが興味を示していた模様。ナポリは FW イルビング・ロサノの後釜として久保に目をつけたものの、移籍金は契約解除金6000万ユーロのところ、3000万ユーロしか支払う考えがなかったとされる。またアルヒラルについては、久保に年俸としてネットで1600万ユーロ約25億円を支払う考えがあり、移籍金としては4000万ユーロを用意していたとのことだが、同選手に移籍の意思は全くなかったようだ。なおレアルソシエダがレアルマドリードに移籍金650万ユーロを支払って久保を獲得した際、同選手の将来的な売却で手にする移籍金を50ずつ分け合う権利及び、優先買い戻し権をレアルマドリード側が保有することで合意していたという。ソシエダはその2つの権利を買い取りたいようだが、レアルマドリードは今後も久保を見守っていく方針で難色を示している様子。スペインの首都クラブは、宿敵のバルセロナに将来的に久保が移籍してしまうことも危惧していると見られる。25億なら普通は行くだろ。久保だけじゃなく最近では三笘やは立てもそう。今後トッププレイヤーたちはプロサッカー選手としてのステータス維持を選ぶか、サッカーというビジネスを選ぶかの選択になる。サウジリーグがこれからどう発展していくのかは興味深いですな。年俸25億なんてすぐに飛びついちゃうだろう。ラリーガ優勝、CL 優勝してからサウジ行ってくれ。しばらくラリーガで大活躍すれば今後もっと稼げる。25億はサウジ組にしては少ないな。年齢考えると少なくても50億は提示しようよ。サウジはロナウド、ネイマール、ベンゼマと超スター級には年俸200億300億。今季のソシエダはシルバはいないし、久保以外ろくな選手はいないし、 CL もある。リーグ戦は残留争いの可能性すらある。ソシエダの選手層不安にある。ようやっと見つけた安住の地。ひとまずソシエダで何かしらのタイトルとか取れたら嬉しいよね。 EL でいいから取れたらいいな。スペインもペラペラってのはマジでアドバンテージだったな。スペインで活躍できる日本人って貴重だよ。25億円ってすごすぎるやろ。来年はレアルマドリードに復帰だろう。ネイマール、聞いてるか？ご視聴ありがとうございます。全力で投稿していきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。サッカー好きな皆さんのコメントもお待ちしております。